あなたの夢にお邪魔します。It's me, Barry Anna。気が。してた。最近さ、私気づきが一つあったんですけれども、本当に個人的な話になっちゃうんだけど、私ブリアナギガンテという生き物はもともとはね、とっても嫉妬深く、そして宿敵を独り占めしたい、そんな気持ちからね、宿敵の元彼のことがね、本当にね嫌な存在だったんだよね。宿敵はさ、西洋の方ばっかりと付き合ってきたんですけれども、何だったか、お名前ちょっと忘れちゃったけど、なんかサムシングだかなんか、んアンドリュー?ゴメス?違う?え?忘れちゃったんだけど、もうさ、シュキピの隅々まで知ってるその存在がね、憎らしくて憎らしくて仕方がなかったんだよね。けど最近気づいたらね、感謝してることの方が多いの。よくやったぞって。お前がシュキピを傷つけたから私と結ばれることになったんだよねって。誰も過去にも感謝感謝の毎日でございます。ほいだらば、本日は私ずっとね避けてきたものがございます。なぜってね、うっかり足を踏み込んだらあまりにはまって抜け出せなそうだって、恐ろしくて足を踏み入れることが叶わなかった、そんな領域がございます。そして私、ついにどうしても心が反応してしまい、足を踏み入れてしまいました。ポップマート、2つほど箱買いしちゃいました。ちょ、私映らない。ご覧、この世界に私足を踏み入れてしまった。止まらなくなりそうで恐ろしかったんだよね。時すでに遅しといった感じかしら。シュキピでもね、これをさすがに止めることはできなかった、寝てる間に頼んだ。この中にさ、こんな感じで9種類デザインが存在しているようなんですけれども、おそらく何が入ってるのかわからない仕様なんじゃないのかしら。どうなんでしょうか。早速開けてまいりましょう。どうやって開けるの、どっから開けるの、これ。開けるとこない、もしかして。この子はひろなちゃんというシリーズなのかしら。私全く詳しくないんですけれども、この子気になりすぎて購入してしまいました。私このパラサイト、あとボヤージュ、この2つは入っててほしいな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9箱入ってございます。ということは、もしかして1箱で全種類当たっちゃう感じ、そういう流れかな。今日私こういうの結構運いい傾向あると思うんです。こんな感じで包まれてる。あとはこれは台かしらね。あ、このカードがついてきたということはこの子なのかしら。え、そういうこと。
する。あ、ちょ、よだれちゃ、え、ごらん、かわいい、鼻水出ちゃいそうなくらいかわいいんだけど、ガンガン開けていこう。どうなってる？え、上半身だけ？え、怖い。え、怖い。え、ごらん。後ろがこんな風になってる。え、不気味。嵐。これ置ける？このまま置ける？あ、置けるね。やはり漏れなくこのカードはついてくるのね。結構さ、皆さんポップマート？やはりゴリゴリにお買い物してらっしゃるのかしら。あ、なんか大きい。大きな子だね。なになに、出てこない。あ、ちょっと性別とかそういうの分かんないんだけど、私のシュキピにそっくりなんだよね。すんごい似てんの。え、袋の外にさ、カバン入ってた。ネタバレ？幸いなことにどの子にカバンがついてるか私把握してないので。ご覧、見える？この子たちさ、一つ一つ質感が異なっているっていうのかしら。材質は一緒なのかもしれないけど、こうお見た目の質感が全然違う。可愛らしすぎる。画像で見るよりさ、はるか上を行くクオリティっていうの。ぼやいじゃ、来たこれ。当たっちゃった。え、ここまでかぶりがないということは9種類全部入ってる、このボックス。もしかして私こんななんかワクワクしながら開けてるけど、全種類入ってる箱なのこれ。え、そういうこと、それとも私の運がいいだけ、どっち。これはね、私のシュキピも喜ぶと思う。根拠はないけど、結構ね、私のシュキピもなんていうのかしら、趣味全開のもの。人生においてあってもなくても生きていけるけど、あった方が楽しいよねっていう、こういう子たち結構シュキピも好きなんだよね。なんかね、だってね、シュキピね、なんかこう火花が散るおもちゃみたいな、なんか謎のオブジェ、おもちゃ、あれおもちゃっていうのかしら、なんか火花が散るね、からくりのなんかおもちゃみたいなのをね、集めたりしてたもの。本当にね、バチバチ言って火花散るのよ。恐ろしいでしょ。未だにね、あれは理解して差し上げられない。この子を箱買いした場合はかぶりがないという認識でいいのかしら、それとも実際はかぶりがあったりするのかしら、どうなんでしょうか。ごめんなさいね、お詳しい方はさ、分かりきってることなんでしょうけれど、私全く分かる。え、透けてる。え、透けてる。え、あなた立てるの、立てる、一人で、一人立ちできる。なんかあったあった、全種類入ってるっていうことなのか。待って、ご覧。え、
シークレットがある？え？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 あ、この9種類以外のシークレットがあるってこと？え？聞いてない。そしたらリストに載ってない子がいるってことだよね。え？ギター。パラサイト、キノコちゃん履いてる子来た。オレピオ、かわいらしい。え、後頭部怪我してる、大丈夫？え？ 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,8,9 OK。 ということは、この箱買いというものはもともとこう何、全て入ってるというシステム。でも9個だから何かが揃わないということだよね。え、うまいことやってんね。え、超絶可愛らしい。え、ご覧、あ、この子が風船なのね。すんごい細かい作り、ご覧、わかる、あの風船特有のさ、つなぎ目みたいな。可愛いがすぎるのではなくて、こんな感じでさ、カード全体がなんか茶色が多いんですけれども、この子だけやたら可愛らしいね。え、素敵だ。最後の一箱でございます。ひろのちゃん、最後の一箱。この子がまだ出てないのかな。あ、そしてシークレットが出てないっていうことよね。そうでしょ。え、今のところシークレットは出ていないはず。パラダイスロストなのか、シークレットなのか、どうせだったらシークレット見てみたい気持ちもあるけど、パラダイスロストちゃんも欲しい。あ、この子パラダイスロストちゃんじゃない？そうだそうだ、見て、こんな小さな鍵ついてきた。このパラダイスロストちゃんの背中の鍵ということなのかしら。え、入んないけど、穴ないじゃないか。え、どうしたらいいの。ご覧、お手手に持ってくれた。これお座らせるだけなのかしら、向きとかない。かわいらしい。シークレット欲しかったな。この9種類の他にシークレットは1種類あるの、それとももっとあるの、どういうこと？もっとある？ご存知の方いたらちょっとコメントに書き記してほしい。私知りたい。ちょっともう追い求めたらとんでもないことになりそうだよね。追うのはやめとく？ちょっと考えようかな、それはね。嬉しい。ご覧。あ、ほいで、これは？なんか、ケース。よくわかんないけど、なんかどっかのケース買って。この子たちのこともあまりよくわかんないけど、ケースのことはもっとわかんない。お次はこちらでございます。スカルパンダちゃん。スカルパンダって名前なの？ヒロノって名前なの？さっきの子はヒロノって名前なのかしら。お名前という認識で合ってるの？ちょっとわかんないんですけれども、この子を開けてまいりたいと思います。もしかしてさ、この子もシークレットとかあったりするの？この子は12種類存在しているようでございます。私こちらの子とこの子隣り合わせになってるこの子たちが欲しいんだ。もしかしてさっきと同じでシークレット以外は全種類入ってるみたいな、そういう感じなのかしら。私が欲しい子さ、パッケージにもなってるね。おお、迫力があるね。皆さん慣れっこなのかしら。私こういったものに足を踏み入れるのが初めてで、
ドキドキが止まらない。聞こえるかしら、このチュンクチュンク言ってるの。聞こえた？ほら、やっぱりあるよ、シークレット。ガンガン開けてこう。一つ目できた。え、これもしかしてさ、もともと全種類入ってるんだったら私こんな喜んでるの、ちょっとなんかやばい人みたいになってる？え？やはりカードついてくるんだね。ね。あ、この子のところだけ光沢がございます。こだわってんね。もしかしてさ、こういったもののシークレットってえぐいお値段したりするのかしら。あ、ご覧、あ、なんかビニール貼ってある。あ、え、ご覧、お顔外れる。え、どういうこと、このスカルパンダちゃんの中身は羊さんということなのかしら。どういうこと、なんというクオリティなんでしょうか。なんか入ってる。え、この子のパーツなのね。 OK、 こうさせばいい。素敵でございます。え、ヒロノちゃんも可愛かったけどさ、スカルパンダちゃんもたまんないよね。さっきのさ、リストに載ってなかったらシークレットってことでしょ。ご覧、ガルーダ様みたいの出てきた。 FF14 のガルーダ様みたいじゃない。おしゃれだ。ちょっとあなたたち結構パーツ多いね。なくさないようにしないと。これで、これどこ、何、どういうこと、え、これどこにつけんの。こういうことかしら、お顔につけてくださいねっていうことかしら。外れてこない？引っ掛けるだけ？不安なんですけど。私が欲しかったもう一つの子。The imagination。嬉しい。うん？ああ。足にも程があるんだが、良すぎないねえ。うん、素敵だ。あの、なんかいつかのカーリービーさんみたいなドレスだね。このビラビラが上にビラついてるやつ。うん、え、袋の大きさが全然違うんだけど、こんなことってあるの。え、そんな大きい子いる？どういうこと？ん？ああ、何？どういうこと？このケースが大きかったみたい。この子誰？シークレットちゃんかと思ったら全然違かった。おいでも可愛らしいね。あなたたちちょっと12体もいるからさ、身を寄せ合ってくださる？これも何かに包まれてる感じがいたします。ん？あ？おやおや、双子ちゃんかな。私近年まれに見るテンションの上がりようでございます。なんだろう、なんかいかついね。なんかどっしりしてる。ん？このパーツをこう後頭部に差し込むのかしら。こういうこと？あ？え？ご覧、
物ごついクオリティだね。びっくりだよ私。スカルパンダちゃん、あなたエグいね。かわいい。かわいい。え？頭なんか空っぽなんですけど。え？空っぽじゃ、鳥かごになってる。すんごいね。相変わらずうつろな目をしているね。かわいい。え？ごらん。すごく不気味。お帽子ついてきた。ここにかぶせてあげる感じかしらね。あと2箱ございます。画角に映りきらないんだけど、どうしたらいい？ここまでシークレットないよね。ないでしょ。全部載ってる子だよね。あと来てないのが、まだ来てないのがこの真ん中の2つかな、おそらく。ということはこの残りの2つがリストに載ってる子たちなのか、シークレットなのか。シークレットってさ、どれくらいの割合で入ってるわけ？ロスだったら当ててみたいよね。お？ん？リストに載ってる子だね。愛を透けてる。素敵じゃない？あ、待って、この子さ、よく見たらね、この子頭もす、ああ、頭もね、透け感がございます。クオリティエグすぎ問題。この子もさ、仮面がついてった。お顔見えなくなっちゃうけど、どのようにして飾るのが正解なのかしら。あ、いよいよ最後だ。また大きな袋だね。何かふかふかしたものに包まれております。あ、シークレットじゃないね。シークレットじゃない。すごい。え？嘘でしょ。バインバインなる。ごらん。すごいね。Oh my gosh。ご覧になって。ここのパーツもさ、バインバインなるパーツなんだよね。すごいこだわりよじゃない？私さ、ちょっと素朴な疑問なんですけれども。このポップマートさんの箱買いってさ、とりあえずかぶりはないみたいな、そういう仕様なわけ？箱買いはかぶりがないという認識で当てるのかしら。とりあえずシークレットは私手に入らなかったようでございますけれども、嬉しい。とんでもなく幸せでございます。この子たちをさ、ケースに並べて飾るのが非常に楽しみでございます。ワクワクしちゃうね。私ここに足を一歩踏み入れてしまったけれども、沼な予感がいたします。抜け出せなくて困ってる方々いらっしゃるのかしら。私ハマっちゃうかどうかは正直わかんない。今はさ、このヒロナちゃんとスカルパンダちゃんでとても満足してる。ここからさ、止まんなくなっちゃったりするのかな。どうなんでしょうか。これヒロナちゃんとスカルパンダちゃん憧れして、物がついクオリティに感動して、この子たちを飾ること非常に楽しみなんだけど、何よりも箱を開け切ったという達成感が強い今。ああ、すんごい指疲れた。これからはさ、一箱ずつでもいいかもしれないね。ね、だって私シークレットちゃんをさ当てに行きたいわけじゃない。ねえ、一箱ずつがいいよね。ちょっとなんか明日指筋肉痛になりそう。あ、それじゃ今回の動画はここまで。私ブリアナ、気になったゲームの実況だったり、食事をしている姿、アクティブにスポーツのようなことにチャレンジしている動画もアップしてまいりますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回の動画までみんな
いい子にして、またじゃな、バイ。破れかぶれにあたってはスタコラサッサ散る前に、なぜ私はこんなにも強くあらんと走るのか、甘味食べ食べ真夜中の夢に舞いで大回転、あなたがいるから元気です、そこのけそこのけブリアナが通る、デリケート私もそうよ、窮屈な画面などはみ出してしまいましょう、誘惑のバレエ、私の唇からぶっ放して差し上げる、ミッドナイトヒーロイン、強いヒールを履き回して、ミッドナイト赤いミッドナイトヒーロイン、バンチ聞かせた私を呼んで、ミッドナイトあなたの夢のヒーロイン、本当に可愛いよあなたたち、自信をお持ちになって。